こんにちは、速稼塾のコブです。まあ私のね、サイトではいろんなね、覆面調査ですとかね、在宅ワークっていうのを紹介しています。まあパソコン1台とは言わないんですけども、どっかに外出してアンケート記入したりとかですね、感想をレポートで送るっていうことに対して、まあ、謝礼がいただけるというものなんですけども、そのうちのね、いくつかこんなものがあるよっていうのを紹介しようかと思いますんで、じゃあ画面をね、ちょっと切り替えつつ皆さんにお見せしていきます。どんなね、サイトに登録すればいいのかなってことですよね。まずね、1個目がこれですね。ちょっと画面切り替えます。どうぞ。はい、ショッパーズアイというものです。これは覆面調査員ですよね。まあ飲食店に食べに行って、その感想を送って、飲食店で使った金額の何パーセントかをバックする。プラス、謝礼をいただける。まあ様々なものがありますんでね、そういった形のものと。前回もね、カーディーラー調査っていうんですかね、車を販売している会社に行って、BMW とかベンツに行って、で、接客を受けて、場合によっては試乗をさせていただいて、その感想をですね、レポートとして送っていただくと。もちろん覆面調査なんで、ショールームの方には調査員だとバレないようにしなければなりませんけどね。見積書をもらったりとか、値引き交渉して反応を見て、それでどうだったかってことをレポートで送ると、まあ、1万円とかね、1万5千円とかいただけるっていうものがありますよね。で、次、これですね。ミステリーショッパーリサーチっていうのがありますよね。こちらも覆面調査っていうのがあります。もしくはテイクアウトっていうのがあります。テイクアウトミステリーショッパーですね。ここもね、案件が結構多いんですよ。ちなみに私ね、おととい電話があって、来週の火曜日、だから29日ですね。こんなお仕事があるんですけども、久保さんできますかっていうふうな依頼が来ました。まあ、たまに電話でね、一本釣りしてくる場合があるんですよ。そういうものは報酬が結構高いです。一般には、こうね、お見せできないようなものが入ってきますんで、ね、その代わり、経験を積んだ方とか、レポートの正確さですとかね、ちょっとした場数が必要になってきます。それが評価されて、シークレット案件が一本釣りで来るって形でございます。まあ、私はちょっと今回お断りしたんですけどね、結構報酬いいですよ。なんか3時間ぐらいで、なんか2万円とかね、そういうのが結構ゴロゴロしてます。そのぐらいお客様の情報っていうのが企業欲しいんですよね。どんなサービスを提供すればお客様に喜んでいただけるのかってことを本当に知りたがってるんですよ。では3社目いってみましょうか。メディアフラッグですよね。これはね、覆面調査員としてのテストを受けさせてくれるところがあります。今ね、画面見えてますけどもね、メディアフラッグで行くでしょ。で、これ見てください。個人情報保護に関する理解度テストっていうのがあります。これに合格しないと、まあ、ミステリーショッパーとしての登録ができない、ログインができないということになります。こういうのがたまに出るんですよね。まあ、ですんで、知識がついて安心ということでございます。ここでついた知識っていうのは、ほとんどのこういったポイントサイトとかね、ショッピングリサーチのサイトに有効ですからね。次。PEX ってやつですね。ポイントエクスチェンジって言いますけども、ここもね、結構ね、いい案件が並んでるんですよ。ポイントを貯めたいってところをクリックするとですね、こういうのが出てきます。ほら、3000ポイントっていうのが3000円ですよね。違うかな、これ300円かな。これ10分の1ですね、換算が、確か10分の1だと思います。とこれ私ね、あんまりこれログインしないんですよね。 PEX ですね。だからあんまりログインしないから、私1ポイントしか貯まってないですよね。1ポイント。まあ、これをね、一生懸命やる時代も私終わっちゃったんでね。だからこれは、本当にネットでこれから稼ぎたいっていう人が最初の安定的な収入源を稼ぐためにこういったポイントサイトやるんですよ。そうするとね、月に2万3万とかっていうのは、副業として稼げるんですよ。これ、あえて副業って言いますけども、ミステリーショッパーですから、家の中にいてできることってあんまりないんですよ。どっかお店に出かけて行ってとか、誰かに会って、その感想を送るってものですから、だいたいね、外出して1時間なり2時間なりってのを使うことになります。ただそれをね、週に1回から、まあ週に1回ですね、週に1回、月に3回、4回やると、副収入2万、3万ってものになりますので、しかもそのストレスがあまりないですね、これはね、簡単なものばかりですから。で、1回経験すると、次からはもっと簡単になりますから、心理的にね。だからもう私の場合は、7年間ぐらい飲食店の調査をしてましたね。居酒屋に行ったりとか、レストラン行ったりとか、一人でやる食事と、10人前後でやる食事と、いろんなものをやってですね、だいぶ、これはね、美味しい思いをさせていただいたんですけどね。それがファンクルってやつなんですよ。ファンクルが私一番長いですね、覆面調査としては。
もともとこのファンクルっていうのはテレビでそういったものがあるっていうのを知って、確かね2005年か6年ぐらいで、その登録方法が分からなかったんですけども、 ある、ね、時にインターネットで覆面調査で検索すると結構出てきたん で上から順番に登録していって、それで一番ね使いやすいなっていうのがファンクルだったんですよね。でそれ以来速稼塾に参加されている方にはまずファンクルをおすすめすることにしておりますね。はい、ということだったんですけどね、いかがだったでしょうか。今日もねすぐ稼ぐ椎名木康晴のコーナーではメールボックスに1時間で7000円稼ぐ方法が届きましたってことなんですから、ご覧いただければと思います。それではね、速稼塾生の方は限定公開のこの速稼塾椎名木康晴すぐ稼ぐ、今日は1時間で7000円稼ぐ方法、こちらの方をお楽しみにご覧ください。それでは。